リベンジです。リベンジだね。今度こそ、今度こそ全部動かしますよ。これ全部動かしたらバズるかもしれないから、ね、はい。ただね、1回でね、この前1回のショットで全部動かすっていうのやってみたけど、はい、お互い7回ずつやって21月以降、まああと2、3年やったらね、全部動かせるかもしれないけど、そうですね、ちょっとやめたね。やめました。で今回は、はい、何ショットで全部動かせるかみたいな、うん、動かした球は避けてって、はい、で止まった手球の位置からですよね。いや、フリーボールか、全部フリーボール、フリーボールでいいんじゃないですか。全部フリーボールで、はい、はい、はいはいはい。で何回でいけるか、はい、何回ぐらい、5回やればもういけるでしょ。でもさ、1回で25回戦だからさ、2回目でも25動かせば3回でももう減ってんだよ数が。それが分からないの。そうか、数どんどん隙間が空いてくから、うん、当たらなくなっていくんだよ。そうだね、後半難しそうだよね。そうだよ、5回とかじゃ10回ぐらいかかんじゃないの。いや、10回はかかんないでしょ多分。本当？はい、じゃあタック10回かかったら罰ゲームね。いいっすよ。どっちから行く、タックから行く。じゃあ黒子も10回かかったら罰ゲーム。俺言ってないし、言ってないし、10回ぐらい行くんじゃないって俺のとこは言ったもん。僕から行きますよ、じゃあ。いいよ、黒子さんがやった通りにやってみようと思います。よし、21個。1回目。いや、全然じゃない。いや、まだ頑張ってる。ああ、もったいない。全然じゃない、これ。1、12個かな。そうですね、12。1回目12。残り33。なんか止まってたからのがいい感じですよね。え、もう動かしたよ。大体戻して。なんか、だってここでまたタッチするのもなんか。この辺だっけ？いや、じゃない。ちょっと戻してみる。お、なんか結構動いたかな。あ、やばい、端っこ、レールにはめっちゃ残ってる。レール際はエグい。これ、後攻め優位だね。レール際先行ったわよ。12。12、12、24。まだあと21個もあった。これやばいな、どうする。すごいレールギャップ。8で12入れながら、いや、もったいない。1、いや、どうするの、レールギャどうするの、これレールギャだって1本だと、ね、コンビオ、8で、8薄めにいってなんかどうにかならないかな。さっきより8当たってない。あれ、ちょっと待って、当たってないぞ、当たってないぞ。1つってこんなにいっぱいあって1つはないでしょ。やば、3投目むずっ。もう今一個超無駄にしちゃって、やっぱ10回目できなかったら罰ゲームですよ。いや、なんか急にできるってしなかった。おー、動いた、いいんじゃない、結構動いたよ。ベール際。7個、今4投目、次5投目。5投目ってなこっちがチャンスだからここは行きつつあと5回あるからいけそうだよね。13はもうちょっと厚かったら1モダにできそうな気がするんだけどこう行って3で9でこう入れるでしょ。で、こう手玉がこう来て、ここで1個だし。
ちょっと2個1も打診システムが効いてません。あと2、4、6、7、9、あと9個残り5回10回まで残り5回これはもうここで1個で1個おかしいから切り替えても、もういけるんじゃないね。おお、はい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 。ワンチャンこれ方法いいみたいなのあるんじゃない？こういってこういってこういってこう。ほう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 。ありそうだ。なさそう。ありそうだけど。ありそうだけど。全部ない。そうなるよ。まああと3つ。どこの、どこのサイト？いつ、いつ。最後、学生聞いてほしいな。ここ9、9、3。確かに10でこうですね。10はどうなんですか？アウトじゃないですかね。10回あればって言ってたんで、ちょうどセーフ。10回。よし。回は。いやなんかでも僕すごい無駄な回数結構あったんで。よし。やっとこの調子で。まずは今日5回。最初はプレイクから見てらっしゃる。はい。場外したら、ね、あの例のずるいやつってことですね。場外したら、間違えた。あのここから飛び出しやるときさ、エネルギーは残る説があったから。いやもうでも始まっちまった。でも結構エネルギーはなくなったんですよ。18です。いやでも幸先いいですね。僕12個しか初手でいってないんで。なのでちょっと満たしてもらったかな。エネルギーを満たつみたいな。でね、ああ結構いったぞ。どうだ、10です、ね、12、12でもあった。はい、12、12でも24と28なんでまだ僕よりは動いてます。そうで僕あの次1ってやってるんでここも1問打診対策ですよ。だいたいこんな個数なのに1ってありえないじゃん。ありえない、ね、目つぶってついてももうちょっと動く。はい、やった。7、もう3回、これであと2回は無理じゃん。今3回です。1、2、3、4、5、6、7、8、あと10個ですね。1、14、12、15みたいな感じで、うんうん、で、手玉が9に行く、行かないから回して11か15に。ああ、そっちに逆ひねっちゃうけど。少し当たり、これ当たり当たり当たりました。よし。あ、来たぞ。結構来たぞこれ。結構来たんじゃない？もう3個じゃないのこれ。あ、これ来たんじゃない？もう。あ、来てるね。あと3個で。切り返して当たれば OK。あと3個です。これ何個いった？7個いったんだ今。すごいな。来ましたよ。これクリアしたい。これクリアしたら多分あれだよ。土方プロがやる、真似する。4回にチャレンジしますよ。これ1棒でいってから切り返して9でしょ。いつもやってるやつ。はい。
惜しい。いやそこ綺麗に決めてほしかったな。6投目です。惜しいですね。惜しいですね。タックもう一回やる。え、いいんですか、やっても。悔しいでしょ。悔しいです。僕だってだいぶミスがありました。そうだね。そう、正式ルール、あのラインボールとかだとボールインハンドタッチさせておいていい。タッチさせたらファウル。そうだよね。だからダメじゃない、やっぱファウル。いや、あれでもゴルフなんかはさ、最初さ、なんでゴルフなんです。最初刺してるじゃん。あれ途中でやったらファウルでしょ。いや、ゴルフだからね。それゴルフだからだよ。いや、これだけのビリヤードの話をしてる。いや、ゴルフの話してない。いや、このゲームは俺たちがルールを作る。わかるかい。ただ、初めて NBA のルールブックに載ってないんだから。いや、そうだけど、やっぱタッチさせておくのはちょっとずるい気がする。これ、オリンピック種目なんでしょ。いや、みんな4投か5投であんまりそれ以上いかないじゃん。そうだね、やっぱさっきの、この前のバタバタンって動かすやつの前。え、これだから初手あれズルですよ。じゃあやめよう。初手、タッチなし。初手、タッチなし。え、なにそれじゃ、なんか俺の記録は無効みたいな遠回しに言ってるわけ。いや、そういうつもりはないですよ。参考記録。参考記録。あんたの参考記録。決まった。はい、6番でこっち頼んだりして、はい、ちょっと頑張って押してみようと思います。よし、行ってみよう。はい、しょうがない。ではね、押してみよう大作戦が。なんか今、何かの方に向かって戻ってきて前に行ってストップしてスローで見たら分かると思う。ビタッ。そんなバカ、そんなバカ、そんなバカ。え、これしょぼいんじゃないか。これなんかやっぱ薄めに行った方がいい気がしてきました。ほう、最初の的球を。ほう、これ5番行って、うん、適当に右上ついて適当に右上ついて、はい、で球を走らせるか。なるほど。当たりかまず暴れてこいと。おー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 おお。いやー微妙。ここ一応同じにしよう。なんでお前何にも当たらないの。なんであの子は何にも当たらないの。何回でクリアしなかったら罰ゲームとかあるんですか。いや、それさっきの6個ぐらい、78ぐらいじゃないですか。78ぐらいですよね、はい、どう考えても。どう考えてもどこに構えても当たらなそうなんですよ。15でその辺もう行きつつ、どうこれはカエルの勉強になりますね。本当ですか。いや、ならないです。どうしてならないですか。なる気がしますけど、ならないです。15-1でこの辺触って、よし、分かった。はい。お、いいんじゃないですか。では次6回目です。何回でいけそうですか。今4回目、はい、いやいやいや、次6回目です。6回目、やっぱ7回でもいい。7回じゃないですね。ただできればこの6回目で行ってみたいね。返して、当たりそうですね。こっからでもこいつだな。13に程よく厚く当たったら、こう、ワンツーで行く。13で。そうしよう。ズー3からズー3へ。ズーからズー3へ。切り返しで行こう。
どうぞ。はいはい、これスクラッチどうなんですか。スクラッチは、あ、誰ながリタイアです。いや、2ポイント内に2ポイント内にある球は狙えません。2ポイント内にある球は狙えません。じゃあフリーボールでいいよ。フリーボールでもしできなかったら罰ゲームだ。受けるのかい。フリーボールでできなかったら罰ゲームだ。これ大事ね。こうしてば、はい。さあ、タックの最後罰ゲームをかけたワンショットです。なんでなんでどこあれ残念。惜しいね。最後のショットです。でしょうか。いやー、できたー。3回目にしてできました。カットされるんだと思ったら、そうじゃなかった。当たり前じゃないですか。ほんまないじゃないですか。いや、難しいですね。面白かったね。面白かったです。でもなんか僕、黒子がやったのを君はファール扱いにしたと思ったね。え、ね、いや、まあ、やっぱり、はい、ちょっとズルだった、ね、あれはズルだったってことですよ。じゃあ、まあ正式記録は今のタック君の7回スクラッチしたらリタイア説もあるからね。確かに。そうすると公式記録は1個もないと。一つもないです。そうなりますね、うん、無駄な時間だったね。無駄な時間を過ごしました。はい、レール際にね、さっきあったシールそのまま使って、はい、6連コンビ、はい、まあ、クッションタッチしてる球とちょっと浮いてる球もありますが、まっすぐじゃありませんよ。そういうわけでまっすぐじゃありません。我々が適当にシールあったんで、並々ですけど、まあ、しかし的玉6番はあの前ですか。あの前ですから、触れば落ちます。はい、さあこれを見事落とすことができるか。見事落としたらチャンネル登録お願いします。お願いします。ゆけたくん、今これもうだって100万再生ぐらいしてるから、一気に10万人ぐらいチャンネル登録するわけだよ。頼むよ。いや、完全にさ、押していこうとしてる。保険かけたんですよ。なんじゃそれ、なんじゃそりゃ、こそくれやろうだぜ。さよなら。これやっぱ2個しかコンビが入らない。3コンビに当たりません、コンビ。さよなら。